ビローネの森。それじゃハイラルの名所巡り行きましょう。わあ。わんわん。まずは一つ目草。いる？いねえじゃん。まあ、まず、ほらやっと。で、出てきた。なんかある。あ、天空文字。なるほど。こうやって集めていくのか。と、そこに入るの、もしかして。ここ？あ、もしかしてこれで上に行けるんじゃない？この状態で狼リンク、よろしく。あれ、久しぶりすぎてどうやって行くんだったっけ。 L で見てか。やったぜ。そう、これ見えてたやつだよ。ちょっと待って、なんで人間に戻ったの。やった、ハートのかけらだ。よし、そのまんまテレポート。獣にならなくていい。一応ここもチェックないね。 OK。 ここが終わった。かかりこ、おお、2つある。とりあえず一つ目から行こうかな。はい、今回はハイラル平原にやってきました。天空人の古文書を巡る旅が始まります。ここですな。この辺ですな。そこか。ついでにその宝箱も取れるわけだな。ああ、これです。これです。にーん。ほら、やっと。たたたた、どこに当てはめるのかね。ここかな。ふう。とりあえず天空文字ゲットしておこう。なっなななな。ちょっと待って、さっき動かしたよね俺。一旦ここに置いて、でこうした後に一緒に行くのかな。とこういうことじゃないですかね。やったぜ。何が入っているのかな。ハンコだ。じゃあまた次のとこだな。まだ3つある。これもまだ取ってないんだよな。
まああそこに苦労だな。でもまだ苦労が多分2個目が手に入るんだろう、もしくはロング苦労が手に入るんだろう。じゃあテレポ、さあどんどん回収していくよ。ここの左手にそこか。ちょっとこいつ邪魔だな。ぶっ殺しとくか。やる、ぶっ殺してやる。そこだ。あれ死なないぞこいつ。死なねえのかよ。あばよ。あ、登れんじゃんここ。これはどこかにやるっていうところがないか。普通にどけるだけでいいか。今回はオリディング橋にやってきました。うん、こんなところでも天空人の足跡を見つけることができますね。これを持っていくことでなんとかできそうなアイテムは見当たらんの。じゃあ次の場所向かいましょうかね。ちょっと夜が近いんだけど、ワープした方が早い。このゲーム夜までが結構長いんだよな。ゴースト巡りするとき大変だな。期間はそんなもの。ここだよここ。早く夜ならないかな。まだ夕焼けが眩しい。キーンキーン。よし、いじめでやる。まだかい、日はくれないのかい。ウェーゴマいそうな気がするんだよなここ。それだけチェックしときたい。やることがなくて暇だからこいつらでもぶっ殺しとくか。夜になるまで暇だから死んどけ。貫通した。よし、音楽終わったし夜かな。いるか。いない。あ、いないことが確認できてよかった。一応画面変えないとね。ただ復活しないだけかもしれないからちょっと画面変えとこうね。よし、夜の音楽に変わってる。いないか。
いないな。飛び出せ。せっかくなんで、この隠れ里にもいないかな。ほら、やっぱいた。いると思ったよ。よっち。いたいた。ワンワン。ワン。フィニッシュ。なんなんなん。あと残体。まあ一応ね、回っとこう。もう一体ぐらいいてくれて構わへんのやで。大人気。ワンワン大人気の町。町ってなんだ。ワンワン大人気の巻でござる。こちらにここが、うん、オッケーかな。さあ次の天空文字を。それでは次の天空人の足取りを追ってみましょう。ワープする。ね、ここの地方あった。ここに2つ。こっちからかな。割と近くまで来たな。こっちかな。マップ的にはこっちで、このまんままっすぐ歩いたら近い。吠えるか。なんか文字出たぜって思った。どう？これ持ってないよな。狼のまま取れんのかね。てえなこの野郎。死んだらどうする。蝶々押す。蝶々を手に入れた。蝶々押すを手に入れた。蝶々メスを手に入れた。それじゃねえよ。あ、あった。あれゴーストもいる。いるな。痛い。ここま19分の6だからまだまだだな。よし、邪魔者はやっつけた。いつものグビーロッド。おー、アイテム変えてた。あれ、降りてきなさい。これも ここでしょ。ここに持ってきて、ここから連続ジャンプで取りに行くんでしょって。えい、もうちょっと奥かな。あら、やっちゃと、と、やったぜ。ハンコか、お金だ。やばい、また金がマックスになってしまう。これ、あれか、こっちもか。
行きましょうね。いい子ですからね。行きましょうね。ここ通れまちゅか。通れまちぇん。はい、じゃあこっちから回りましょう。いいよ、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 いい、この辺、この辺、この辺。OK、いいよ。よし。はっ。おい。はい、天空文字一つ。まだ足りない。だが、まだだ、まだ足りないぞ。すごいですね。これがハイラル名物、大量のカラスです。こんなのに襲われたら、一からですよ。嫌な名物だぜ。走る走る、で次はこっちだ。ついでにゴーストその辺いねえかな。その上に見えるのはこれじゃないですかね。それとも上に行く手段あるのかな。来たー、チョウチョウメス。なんだかんだでちゃんと増えていってるじゃないか、虫ども。おー、いいね、いいね。ただね、お金だからな、もらえるの。まだ私に行きたくないな。財布増やしてからにしたい。アーマンリンク。そしてここ、ここはだいぶ前から知ってたとこだな。これこれ、ここの左手側にあるんだよ。ここここ、これこれ。ついでにこの岩を壊しとこう。爆弾爆弾、いやっと、どうせお金でしょ。お金払えば何だって大丈夫だと思ってるんでしょ、あなた。そうだよ、金があれば何だってできるんだ、このけたもの。きれいじゃったの前に、まずはお前が降りるのじゃ。多分この辺、この辺かな。それじゃ、天空寺の足跡を追ってみて。おう、そういうことか。着地用にまず用意しなきゃダメなんだな。で上行って着地して、もうちょい手前かよ。この辺かな。よし、でまずゲット。にゃん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 と、で多分この状態からこの端っこあたりでこれぶつけてこう歩くんだよな。ちょっとかな、この辺かな。うっち、あった、オッケー。お金だ、やべ、そろそろ金がやべ。あー、マックスになっちゃった。でももう使う予定がないんだよな。コロコロゲームだって別に失敗しねえしな。釣り全部ガイド付きにすべきだったかな。可愛いガイド付きでやるべきだったかな。でも釣りをするときはなんていうか、一人で、そう、救われてなくちゃいけないんだって。そんな五郎ちゃんチックなことはいいんだよ。はい、次のワープ。
お次は、あ、ここにもう一匹と、ここで終わりか。あ、こっちにはないね。ってことはこれが最後の一つか。よし、ゲルドザバク。砂漠来たよ。割と近い。こっちだ。あー、これだ。あったあった、こんなの。ここだここだ。どうやって飛んだよこれって思ってた。まずはこうして、とりあえずその上に行くべきか。ここ登れる？登れないよな。登れるのがここかな？だな、うん、まずはここに連れてこようと。で、まずゲット。これで文字は全部かな。全部だろ。よし、重要な手がかりセットしてみせる。うん、 OK。 で、ふう、何度かに分けないと無理だな。おい、やっちゃったー。もう、はあじゃねえよ、飛ぶんじゃねえよ。妙な段差は顔面だよ。この辺から行った方が良かったかな。よし、めんどくせ。よし、よし、オッケー、オッケー、オッケー。で、一番奥からぶん投げて、オレユー。もうやめとこう、この辺で。で、この辺かな。視界が、よし、いける、いける、届け、オッケー。金だわ、マックスだっつってんだろ。とりあえず獣になるじゃねえって。ワープだ、ワープ。羽を使う予定がないから、ちょっと寄付してみるか。500ルピーぐらい。人間に戻る。いますか。いますよ。いたいた。お手紙届けに参りました。あ、シャッド、お前どこいんの今。印つけたから僕に会いたかったら来てくださいって。お前どこにもいなかったじゃねえかっていうね。
先に見るかな。お手紙。報告、石像試したけど全滅だった。もうがっかり。でもこんなことでめげてたら天国の親父に笑われちゃうからね、と。かかりこ村の教会に戻っているから何か情報があったら来てね、と。かかりこ村ね、オッケーオッケー。おいっす。もし平和のために施しを。50。今いくらぐらい渡したっけ。30、30、50ぐらい今。てず500ルピーあげよう。お、ちょっと金が減る予定がないからな。500ルピーか1000ルピーぐらいで何かくれたらいいんだけどな、この人。でもミニゲームで遊ぶ時のこと考えておくと、いくらかは金残しておきたいから、まあちょっと500ルピーで我慢してくれたまえ。そろそろ500じゃね。こんだけやるよ。ほら、500じゃダメか。チェッ。じゃあかかりこ村にレッツラゴー。アップするよ。はーい。